切られるか。右サイドボールが出ました。秋野です。ファーサイドから小屋が走ってきている。秋野左足パスを出して決めていった。小屋ひろと今日2点目。前半の31分、長崎2対0リードを2点と広げました。最後は秋野がお膳立て。手からのカウンターですよね。澤田選手から前、秋野選手走ってましたからね。でここで2対1になったんですよね。うまく、まあ、この状態になってしまうとちょっと守備は難しいですね、はい、で楠本選手がどうしてもあのキーパーのカバーに入ってしまいましたからね、はい、小屋選手空きましたよね。軽やかに鮮やかにカウンター仕留めてみせました小屋ひろと。